は,はようございます、おつたえばーって、ダードヴィアクボーキーキテクです。今日で、通算放送回数950回を迎えましたイエーイというわけで、ね、読書の秋ですね。はい。<laughs> 図書館を紹介します、地元。地元、津岡といえば、津岡市立図書館。家中新町にございます。はい。市立図書館、確かに夏はもう自由研究でいろいろ探したし、いろいろ調べたし、いい思い出です。 以下には郷土資料館もございます。はい。もう本はもう大好きです。私も。はい。勉強になるし、ためになる。そして、読書感想文にも役立てる。これはいいアシストですね。はい。他にも、ハングロ文館。家から近いですが、ハングロ文館。くしびき文館。厚み文館。藤島文館。朝日文館の5つですが、藤島、朝日、厚さみはまだ行ったことないです。はい。文館には、はい。 本は何でもジャンルが揃えても便利ですね。はい、私当時小学校のところはまあ秘密シリーズ大好きでした。はい、よく読みますね、はい。いろいろ住まいの秘密とかハンバーガーの秘密とかいろいろな関係の秘密などいろいろ読みましたね。今も好きです。はいまあ、本はいっぱい、えー、あっても何が何でも,もう面白いですね。魅力的ですね。はい、もし読みたい本あればぜひ チャンネルでコメントで何かお願いします。というわけで以上です。バイバイ。